今日午前、札幌市東区の住宅で火災があり、この家に住む79歳の男性が軽いけがをしました。今日午前11時半ごろ、札幌市東区北22条東18丁目で、1階の換気扇から煙と火が出ていると近所の人から消防に通報がありました。警察によりますと、この火事で木造2階建ての住宅が焼け、この家に住む79歳の男性が顔や喉に火傷を負う軽いけがをしました。男性の妻は外出していて無事でした。警察と消防が火の出た原因を調べています。